ラプラタ沖海戦。ラプラタ沖海戦は、第二次世界大戦中の1939年12月13日に、ラプラタ川川口の沖合で正規した海戦。海戦以来大西洋、インド洋で、通称破壊を行っていた、ドイツのドイッチラント急走交換アドミラルグラーフ、シュペイが、イギリスの巡洋艦3隻と交戦した。戦闘後、損傷を受けたアドミラルグラーフシュペイは、 中立国であるウルグアイのモンテビデオ港に入港したが、17日郊外で自沈した。ドイツ海軍の戦力は、イギリス海軍に対して劣っていたため、第二次世界大戦では通称破壊を基本戦略とした。ポケット戦艦アドミラルグラーフ・シュペイ、艦長ハンス・ラングスドルフ大佐、第二次世界大戦開戦前の1939年8月21日に、 同警艦のドイッチュラントはその3日後に、それぞれドイツ・ヴィルヘルムス・ハーフェンを出港した。9月3日の海戦時には、アドミラル・グラーフ・シュペーは、アゾレス諸島・港沖に、ドイッチュラントは、グリーンランド沖にあった。通称破壊戦は9月24日に許可された。アドミラル・グラーフ・シュペーは9月30日にペルナンブコ沖で、イギリス商船クレメントを撃沈したのを最初に、 10月5日にセントヘレナ島北でニュートンビーチを捕獲9日撃沈7日にアシュリーを撃沈10日にハンズマンを打破した17日撃沈10月14日に補給艦アルトマルクと合流し16日に補給を受けた一方のドイッチュラントも通称破壊戦を行った10月5日にバミューダ諸島沖でストーンゲートを 14日にニューファンドランド島沖でローレンツ W ハンセンをそれぞれ撃沈したが、期間の不調もあって11月15日にドイツに帰島した。アドミラルグラーフシュペイは10月22日にトレーバニオンを撃沈した。その後インド洋へ向かい、11月15日にマダガスカル島南でアフリカシェルを撃沈した。再度大西洋に向かい、 その途中の11月16日にアルトマルクから補給を受けた。12月2日にはトリクスターを、同月3日にはタイロアをそれぞれ撃沈した。12月6日にアルトマルクから補給を受け、同月7日にストレオンシャルを撃沈した後、ラプラタ川川口へ向かった。ちなみに沈められた船の乗員はアドミラルグラーフシュペーに救助された。対するイギリス軍は大西洋から インド洋にかけて5つの部隊、その後、9つに増強を配備し、ドイツ軍の通称破壊艦を捜索していた。12月2日に撃沈された、ドリクスターや10月22日に撃沈された、トレーバニョンはアドメラルグラーフシュペイの位置を打電しており、ハンズマンも、救難信号を発信したが誰にも受信されなった。その情報を得たイギリス海軍 G 部隊、重巡洋艦、エクゼター、 十巡洋艦、カンバーランド、軽巡洋艦、エイジャックス、アキリーズの H ハーウッド准将は、アドミラルグラーフ州が、ラプラタ川川口へ向かうと予測した。十二日、エクゼター、エイジャックス、アキリーズは、ラプラタ川川口沖に集結した。なお、この時点では、カンバーランドは、フォークランド諸島で整備中でった。ハーウッド准将は、アドミラルグラーフ州ペにとって、 最悪の相手であった。海軍大学校で教弁を取っていたこともある、エディート軍人で、装甲艦の研究も行っていた。彼は、個々の艦では、アドミラルグラーフ・シュペーに勝てないと考えていたため、艦隊を一度集結させた後、二手に分けて攻撃する作戦を立てていた。12月13日5時52分、現地時間以下同じ、アドミラルグラーフ・シュペーは、 右弦前方約3万1000メートルに敵艦のマストを発見した。最初は敵艦隊を軽巡洋艦一隻、駆逐艦二隻と誤認し、これらを戦団護衛部隊と考え接近したが、6時10分、それらが重巡洋艦一隻、軽巡洋艦二隻であると確認した。一方、エイジャックスは6時9分に煙を発見し、エクゼターをンパ6時14分に、 エクゼターは、それが、アドミラルグラーフシュペイであると確認した。6時17分、アドミラルグラーフシュペイは、本国からの敵戦艦との交戦禁止命令を破り、距離17000メートルで、軽巡2隻に対し砲撃を開始した。それに対して、イギリス艦隊も順次砲撃を開始した。エクゼターは6時20分、アキリーズは6時21分、エージャックスは6時23分。 ラングスドルフはかつて魚雷艇隊を率いていたことがあり、その影響を受けて彼の指揮するアドミラルグラフシュペーはまるで駆逐艦のような戦い方をしていた。つまり火力よりも機動力を生かした回避行動の連続により攻撃をかわそうとしたので、あるが相手が機動力に勝る巡洋艦では効果はなく次々と被弾して防御の弱さを露呈したばかりか。 その火力も生かすことができなかった。またこの時、アドミラルグラーフシュペイの被弾した攻角砲の一つでは、砲手が被弾時の熱で蒸発してしまい、肉片すら見つからなかった。6時25分、アドミラルグラーフシュペイは、エクゼターに砲撃を集中させ、これによりエクゼターは大きな損害を受けた。エクゼターはイ砲塔を残して手法は沈黙しながらも、 戦闘を継続した。6時32分、エクゼターは魚雷2発を発射したが命中しなかった。6時36分、アドミラルグラーフシュペーは煙幕を張り、北西へ転進。イギリス系巡洋艦2隻もこれを追撃した。6時38分、エクゼターはさらに2発の命中弾を受けた。浸水によって電源が落ちたため、戦闘不能となり。 7時30分に、ハーウッド巡賞は、エクゼターに交代を命じた。その後、アドミラルグラーフ・シュペーは残る2隻の軽巡洋艦に、砲火を集中させようとしたが、逆に、猛攻撃を受けて、甚大な被害を被ってしまった。7時16分に、アドミラルグラーフ・シュペーは、戦場を離脱し、ラプラタ川へ向かった。しかし、これが、ハーウッド巡賞には、 アドミラルグラーフ・シュペイがエクゼターに止めを刺すかのように得たため接敵を命じた。7時25分、エイジャックスは命中弾を受け、砲塔2機が損傷した。7時40分頃、エイジャックス・アキリーズは追撃を中止し、野戦を試みるため煙幕を張り東へ反転したが、アドミラルグラーフ・シュペイの進路が南西へ変わったため、二手に分かれて追撃を再開した。 軽巡洋艦2隻がアドミラルグラーフシュペイの 25km 後方から追跡した。エクゼターはフォークランド諸島へ向けて撤退した。14日0時50分、アドミラルグラーフシュペイはウルグアイの首都モンテビデオに入港した。ウルグアイは中立国、ただしイギリスの強い影響下であり、国際法では中立国の港に停泊できるのは24時間以内と、 なっていたしかし、損傷のため出港できないときはその国の同意があれば、修理期間中の停泊は可能ともなっていた。ラングスドルフは、機関部の修理に最低でも1週間は確保したがっていたが、ドイツがウルグアイと交渉し出すよりも前に、ウルグアイにはイギリス駐在大使からの圧力がかかっており、ドイツ駐在大使の交渉も実らず、 アドミラルグラーフ・シュペイは72時間しか停泊が認められなかった。イギリス軍は2隻の軽巡洋艦でラプラタ川、川口の封鎖を行い、カンバーランドをフォークランド諸島から呼び寄せ、さらに空母アークロイアル、巡洋船艦レナウンを含む有力なイギリス艦隊が集結中であるという偽の情報を流した。ペの自の理由については謎が多いが、戦後の証言では、 アドミラルグラーフシュペイは、ラプラタを機海戦で燃料系統に損傷を受け、燃料をタンクから機関へ送れない状態になっており、修理には時間がかかり、即座には長時間の航行が不能の状態にあったという。また、アドミラルグラーフシュペイの見張りは郊外にレナウンを発見したとラングスドルフに報告した。これは5人だったが、ラングスドルフは現在の艦の状態では、 脱出が困難であり、艦を脱保されることは、本国より厳禁されており、艦の処分は自沈も含めて一任されていたことから、自沈を決断したと推察されている。上院のうち戦闘員、約700名は、輸送船タコマに移り、退去期限の12月17日18時に、アドミラルグラーフ・シュペイは、モンテビデオ港を出港した。19時28分。 艦内に設置された爆薬が爆発し、アドミラルグラーフシュペイは格座した。脱出したラングスドルフ以下約150名は中立国、ただし新独アルゼンチンのインデペンデンシア9回、戦艦、リベルタとリベルタに救助された。また、タコマはウルグアイの練習巡洋艦ウルグアイに抑留された。なお、この時郊外にいたのは、重巡洋艦一隻と損傷した。 軽巡洋艦2隻のみでア。アークロイヤル、レナウンがモンテビデオに向かっていたのは事実であるが、この時点ではまだ遥か遠くにいた。自震から2日後の12月19日、ラングスドルフ艦長は、アルゼンチンのブエノスアイレスで、ハーゲンクロイツ機ではなく爆破前に、アドミラルグラーフシュペイから回収していた、ドイツ帝国海軍を体に巻きつけ、拳銃で自決した。 なお、ドイツのヒトラーはこの海戦の結末を折に触れて、戦い抜くことをせず自沈した、戦艦への期待は幻滅以外の何者でもなかったと、非難している。エージャックスとエクゼターの乗組員は、海戦の、翌々月の1940年2月23日の金曜日に、ロンドンに外戦帰国し、叙勲式に臨み、視聴者である、 キルドホールでの市長主催昼食会に招待された。エリザベス王妃とジョージ六世は多数の乗組員と握手し、検討をたたえた。出席していたイギリスのチャーチル首相は開戦後初めてイギリス勝利に涙を流したとアキリーズの乗組員であった弟を亡くた、式典出席者の一人は伝えている。アドミラルグラーフシュペイと交戦した三席の 巡洋艦のうちエクゼターは1942年3月1日、スラ菅ヤ沖海戦で日本海軍によって撃沈された。2004年2月、アドミラルグラーフシュペイの残骸の引き上げ作業が開始された。2007年に完了予定であったが、2009年大統領令により引き上げ作業は中止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。